皆さんこんにちは。自由民主党衆議院議員外交部会長を仰せつかっております中山泰秀です。今日はこういった中央政治大学院の出前講座、本来ですと皆様方に直接お会いをさせていただいて、お話を申し上げさせていただくのが筋ではありますけれども、ご承知の通りコロナ禍で世界中が中国から世界に広がり、そして蔓延をしてたくさんの尊い人々の命を奪い去ってしまった、この新型コロナウイルスとの戦いの真っ最中であるということ、このことを考えますと、こういう形でのご挨拶、そして、今日の私の拙い話をぜひお聞き及びをいただきたい、そのように考えてございます。まず大前提として、この新型コロナウイルスで、尊い命を失われた皆様方に心からお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げたいと思います。そしてまた同時に、未だこの闘病生活を強いられている皆様方に、中心よりお見舞いを申し上げたいと思います。また先日拉致事件に関して、横田めぐみさんという被害者、この横田めぐみさんのお父様の茂様が他界をされたこと、このことにも重ねてお悔やみを申し上げたい、そのように考えております。特に衆議院の拉致特という委員会がありますけれども、この北朝鮮の犯した大きな罪、この罪をですね、追及をしていくという委員会の与党の筆頭理事を私3期やらせていただきました。横田さんの拉致された新潟県、その現場まで与野党一緒に実は視察に伺わせていただいたことを忘れられません。13歳で、いわゆる学校のクラブの部活動の帰り道に北朝鮮の工作員によって拉致されてしまったその横田さん、一日も早くこの日本にご帰還をいただくためにも、これからも安倍総理総裁のリーダーシップのもと、政府そして与党も一丸となって私たちも頑張っていく、そんな気持ちの決意を改めて固めさせていただいた次第であります。国民の皆様方のますますのご協力とご支援、よろしくお願いをいたしたいと思います。さあ、それじゃあ、今日の本題に入らせていただきたいと思います。今日私がここに掲げさせていただいたタイトルはゲームチェンジャーと、新型コロナウイルスの素顔とはというタイトルをつけさせていただきました。このゲームチェンジャーというのはですね、どういうことかと言いましたら、最初に結論を申し上げておきたいと思います。ゲームチェンジャーとは、これ競技における試合の流れを一気に変えてしまう選手のことを言います。米中の摩擦係数が高まる中、新型コロナウイルスの存在がまさにゲームチェンジャーになってきている。好調だったアメリカの経済は一挙に冷え込んでしまい、事実上世界恐慌突入という状態になっています。第一次第二次に続く第三次の世界大戦がまさかウイルスと人類との戦いであるとは一体誰が想像できたでしょうか。本年11月アメリカの大統領選挙を控え、新型肺炎対応移管によってその流れにまで影響が及ぶことは必至だと考えます。対する中国はどうかと言いますと、中国は当初米国からの関税戦争に満足のいく対抗措置が打てないでいたというのが国際的な評価だと思います。ところがこの新型コロナウイルス出現で形勢は一挙に変化をしました。アメリカ資本で中国で営業をしている、そして皆さんもよくご存知のあのミッキーマウスがキャラクターのディズニーランド、このディズニーランドは日本にも千葉県の浦安にありますけれども、なんと世界で上海にあるディズニーランドが世界に先駆けてディズニーの中でテーマパークが再開をしました。これは象徴的な経済再始動を意味します。すなわち旅行業関係の方含めて世界の人たちは、ウォルト・ディズニーのこのテーマパークであるディズニーランドの再開というのが一つの指標になっているということであります。有利に政治的ゲームを展開しているように見える中国、南シナ海に新たな自治区をこのコロナ禍の中設定をいたしました。第三列島線に迫る勢いで軍拡を行い、日本にとって安全保障上の脅威認識を抱かざるを得ない状況になっております。また
伝統的な意義とは変化する戦闘領域、陸海空という伝統領域に対して宇宙、サイバー、そして電磁波攻撃など、21世紀の戦争は過去の戦とは異なる形で皆様方の時代にのしかかってくることは間違いないというふうに思います。次に具体的に見ていきたいと思いますが、中国共産党、中共とあえて訳させていただきますが、人民解放軍による軍事拡大、特に海軍力強化を図っている様子をご覧に入れます。これは防衛省の資料でありますけれども、中国の海軍戦略として、ここに書いてあります、海上戦力、より遠方の海域において作戦を遂行する能力の構築というものを中国は目指しているということです。特にこの右側の近代的潜水艦というのが、1991年にはゼロ隻であったものが2020年には52隻に増えるということに、ということになります。これは何を意味するのか、次のスライドに移ります。これが実際に中国海軍が今保有する近代的潜水艦といわれるものですが、下の3つはですね、通常型潜水艦、ディーゼルエレクトリック方式といわれるものです。ディーゼルと蓄電池のハイブリッド型ということになります。上の2つのタイプ、神級とシャン級、この2つは原子力潜水艦です。特にこの神級になってきますと、現在では SLBM、 いわゆる縦型の発射管を有するこの大陸間弾道弾、これをですね、発射することができる、射程距離約8000キロ以上と言われております。これがこの神級というものが今中国の最先端の潜水艦ということになります。で、冷戦時代から使っていた船も未だに使われているということも付け足しておきたいと思います。で、この JL2 という先ほど射程が8000キロのミサイルがあるというふうに申し上げましたけれども、実は新しいミサイルを中国は今現在発射実験が行われたという指摘がなされています。この JL3 ミサイルの特徴は、 JL3 はですね、なんと射程距離が1万2000キロから1万4000キロに達するということになってきます。当然固体燃料であって、先ほど申し上げたこの前のページの神級のこの潜水艦にですね、 JL3 は搭載することが可能だと言われています。次のスライドを見ていただきますと、日本がここにありまして、沖縄、台湾とあります。ここが中国です。こっちがロシア、そしてここがですね、ASEAN10 カ国が取り囲む南シナ海になるわけですけれども、この南シナ海に仮に先ほどの潜水艦がミサイルを積んで搭載をして、ここからアメリカに向けて発射をしたらどういうイメージになるかということを見ていきたいと思います。一番手前のこの赤の線、これがですね、ここにホノルルがあります、ハワイがありますが、この手前のこの線がちょうどここからの射程8000キロを意味しますから、現在の JL2 ミサイルが到達可能な距離ということになります、射程範囲で。今度 JL3 のイメージになると、ここから打ち上げて落とすと最大でこの1万4000キロに達する可能性があります。1万4000キロというとワシントン DC、 すなわちアメリカの首都であるワシントンをまさに射程範囲に収めることができる、それが今年この2020年からスタートするということになります。これはアメリカに対して大きな脅威になることは間違いのない事実だろうというふうに推察をいたします。これ中国の遼寧という空母でありますけれども、ウクライナから購入をしました旧ソ連製の未完成空母ワリャーグを回収して遼寧という船に改造をしたわけでありますが、今現在はですね、この遼寧とそっくりな船、シャントンという船を新しくまた作りました。そしてこのシャントンと同じような船をもう一隻、すなわち空母は全部で3隻の体制を今中国の人民解放軍は準備をするという形になっております。次にこの中共人民解放軍南シナ海の軍事拠点化についてお話を申し上げたいと思います。
ここにご覧に入れますのは、まさに南沙諸島の力による現状変更への試み、これは中国がこのきれいな海のこの珊瑚礁やちょっと隆起したような干渉のようなところ、ここにですね、周りの砂をここに持って、そして人工島、英語で言うとアートフィシャルアイランドという人工島を作っているということであります。ここに見せますのは既存の施設と書いてありますけど、小さな、まあ、掘ったて小屋のような、まあ、英語でハットと言いますけど、そういったものをここに構えて見張り台を置いているわけであります。これが2014年の1月のジョンソンの様子でありますが、2016年にはですね、立派なもう軍事基地に変更されているということが言えます。砲台もあれば灯台もある、そしてオフィス棟のような庁舎もあれば、こういう電源を確保するための発電施設、ヘリパッド、レーダー施設、こういったものや軍艦等が寄港できる埠頭ハーバーまで準備をされているということがご覧に入れます。次はヒューズです。ここにも同じようなハットがありましたけれども、2010年2月、それが2016年の2月にはこういった形で軍事基地化されているという現実があります。次にクアテロン、同じようなサンゴ礁のきれいなリーフがありますが、これが2016年にはこういった形で基地化を、軍事基地化されている。2010年の3月ガベン、小さなハットがありますが、こういったサンゴ礁が自然破壊をされて、こういった軍事基地施設に変更をされている。これ一番大きな南シナ海の中のリーフになりますけれども、このファイアリークロス礁にはですね、最も長い滑走路を有する今軍事基地が存在をしています。なんと3750メートルのランウェイ、滑走路を有する軍事基地が存在をする。例えば私の大阪地元にある飛行場、伊丹空港、滑走路 A 滑走路 B 滑走路2本ありますけれども、1本の長い方は3000メートルです。関西国際空港あります。関西国際空港も3000メートルがございます。米軍の沖縄にある普天間基地も約3000メートル。ここはプラス750メートルと言いますから、いかに大きな島なのかということをイメージしていただけるのではないでしょうか。しかもここにはミサイルシェルターがあり、航空機用の格納庫がこのように存在をし、いざというときスクランブル対応もできるような施設になっているように見受けられます。そして注目すべきはこういったレーダー通信施設というものが存在をしておりますけれども、今この南シナ海の人工島からなんと中国は宇宙にある人工衛星、これはアメリカの人工衛星などにですね、電波を放射し、そして誤作動が起きるようにジャミングということをやっているというふうな指摘がされています。次にスビでありますが、ここにも滑走路が出来上がっています。ここで3000メートルですから、だいたいさっき申し上げた伊丹空港や関空と同じということになります。ここもミスチーフですけども、ここにもちょっと短めですけど、このような形で2600メートルの滑走路、短めと申しましたけど、それでも2600メートルです。こういった力による現状変更の試みが南シナ海で行われていることが、先ほど来申し上げているこのここで行われているということになります。ここからミサイルが撃たれればどのようなことになるか。そしてこの沖縄宮古間、これが第一列島線という防衛線。次に横須賀からこういう南側の方にパラオの方に降りてきたりする、グアムパラオの方に降りてくるのが第2列島線、第3列島線と私が申し上げたのはこのホノルル、このラインが第3列島線ということになります。すなわち中国はですね、いつか一部報道機関でもありましたけれども、太平洋全体をハワイから東をアメリカに、ハワイから西を中国に管理をするというシェアリングという発想を持っているということが
だん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 ここ20年30年かけて彼らが言っていたことを前に進めてきているという現実があるということを見て取れるんじゃないでしょうか。こういった軍事的な背景の中、コロナの背景の中、こういった軍事的なプロセス、そして香港における人権に対する問題、それから我々にとっては尖閣諸島という我が国固有の領土に対するいろいろな試みをやってきているということ、こういったことが同時並行で行われていることが将来どのような形になってしまうのかということを考えざるを得ません。それから次、サイバー戦闘領域です。先ほど伝統的な意義とは異なる新たな戦闘領域というものがあると申し上げました。まさにこれがサイバーに代表されるようなものだと思います。第二種戦争に備えよと書かせてもらいましたけれども、75年前の戦争のイメージというと、ピュー、ドーン、ダダダダダン、ボーンと音で表せばこんな感じです。しかし今の戦争というのは、私のこの目の前にあるパソコン、もしくは携帯電話からカチャッとクリック一つで全てを攻撃することができる、そういった時代を迎えているということを皆さんは身に染みて感じなければなりません。次のスライドいきます。これは国際的なイベントに伴うサイバー攻撃の事例を表した資料ですけれども、2012年のロンドン五輪の時は約2億件悪意ある接続要求がありました。2016年のリオ大会、大会の公式サイトに必要なサイバー攻撃が行われて、大会組織委員会の一部のウェブが改ざんをされました。18年のピョンチャン大会、この時は約6億件が大会準備期間に攻撃があり、大会期間中に約550万件のサイバー攻撃があったということが事実として把握をされています。今年本来であればオリンピック・パラリンピックの年でありましたが、まさにこういったことを前例を踏襲し、そして過去に類を見ないような形の新たな攻撃が仕掛けられてくるということに備えなければなりません。その一つが実はスポーツギャンブル、すなわち 5G のテクノロジーは、例えばサッカースタジアムでボールを蹴る、そのサッカースタジアムでの現象とこうやってインターネットを通じて見る画面、この時差、誤差がですね、配信の誤差というのが 0.8 秒以下と言われています。すなわちほぼ同じ時間で見ることができる。今イギリスはブックメーカーという何でも書ける賭博ができるという状態になっているわけですね。日本の相撲もイギリスのロンドンのブックメーカーでは賭けをすることができる。日本でやれば賭博罪に問われる、イギリスでやれば問題がない。で、今現在実はアメリカもですね、確か2018年頃だったと思いますが、裁判所でこのスポーツギャンブルに対して事実上合法化をされているという状態になっています。すなわち何を申し上げたいかと申しますと、インターネット上でギャンブルをすることができる、 5G で放映権を有していないものがですね、インターネットにどん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 スポーツイベントを中継配信をやります。そしてウェブ上から自分が登録をしたらカードを登録をし、パスワードを登録をする。そうすると画面で今やってるサッカーの試合、ラグビーの試合、オリンピックのゲーム、そういった試合にかけること、お金をかけることができるわけですね。すなわち日本人がオリンピック・パラリンピックを純粋な気持ちで応援している、世界ではそういった賭け事でオリンピック・パラリンピックを見ているという人たちも少なからずいるということです。ちなみに昨年日本ではラグビーのワールドカップが行われました。あの時実験的に 5G が配信をに使用されましたね。日本人の被害者は実は少なかったんですが、昨年外国人の方で詐欺被害に遭った人たちがいます。これは何をされたかというと、スポーツギャンブルをウェブ上で賭け事をし、その時に課金するために登録したクレジットカードの番号、暗証番号を悪意ある攻撃者によって詐取されるという事案が起きています。まあ、こうか不幸か、日本では英語の案内にそれをわざわざ翻訳して答える人はいなかったわけであります。したがって被害が少なかった。今度は日本語の案内文を用意して犯人が
まさに被害者を生み出すことになり得ます。ちなみにすでに昨年イギリスのブックメーカーは日本人を意識し日本語で案内を始めていたという情報もありますので、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。次に日本固有の領土、北方領土についてお話を申し上げます。北方領土といえば、これ ANN ニュースでしたけれども、北方領土スターリンが手に入れた、第二次大戦に依拠しよう、スターリンが全て手に入れた、議論は終わりだと言ってプーチンが言っています。ロシアの地元紙は平和条約交渉プーチン大統領失速していると発言か、地元紙もロシアは島を引き渡すつもりはないという配信をしています。ペスコフというこのプーチンの報道官、ロシア報道官、平和条約、日本が高すぎる期待を持っているのではないかと言及しています。これはプーチンに代わって私がプーチンさんの思いを言うと想像ですけど、まあそれはそうでしょうと。ロシアが気にしているのは日本が思っていることとは別次元のことだよと。アメリカの占領行政政策の結果、74年5年前の日本と比較すれば決して日本を舐めてはいけないが、扱いやすくなってきているということなんではないか、現実的な配備は用心して怠らないようにしておくよということだと思います。これは防衛省の資料ですが、今北方領土はどのような形になっているか、約3500名の駐留軍がここにおります。国後島第18機関銃歩兵師団、ここが着上陸侵攻防御を目的に択捉にいるということです。で、ここにありますようにパスチオンという地対艦ミサイル、そしてバルという同じく最新鋭の地対艦ミサイルがあるということが言えます。そしてこちらで見ていただいたら分かるように、ロシア軍機が日本列島の周りをぐる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 飛びまくっている。中には昨年竹島に対して A50 早期警戒管制機というのが竹島に1回のフライトで2度領空侵犯を行いました。その時は中国軍機、爆撃機ですけれども、と一緒に兵装を2機2機体制で飛んでたんですね、日本海上空を。で、そこに1機別の先ほど申し上げた A50 早期警戒管制機が来て、その4機の爆撃機とは別の動きで竹島の領空侵犯を2度、北から南、南から北、約10分間程度実は領空侵犯をしていたという事実があります。こういったことを思うと、私たちは24時間365日体制で防衛省を含め各関係機関がきちっとこの海が国境線である日本、これを国民の皆様方に代わってお守りをしてくださっているということがあります。今度ロシアはアメリカのミサイル配備を懸念するという発表もいたしました。これ実はポーランドという国がヨーロッパにありますが、ポーランドにも山口や秋田に配備が予定されているイージス・アショアがあります。すなわちロシアという大きな大陸があって、その大陸がよいしょ、ロシアの大陸がこういうユーラシア大陸があって、ポーランドにイージス・アショアを置く、秋田県に置く、山口県に置く、ロシアを東と西から東西から挟み撃ちにするというのが実はイージス・アショアの計画です。マスコミは常に日本のところしか、ミクロにしかフォーカスしていません。だから山口と秋田だけの話のように聞こえますが、世界戦略的に見ると実はロシアを挟み撃ちにしているということがあるということが言えると思います。したがってロシアは正直嫌がるわけですよね。こういうことになるわけです、ミサイル配備懸念と。ですから地球儀を俯瞰する外交って安倍総理総裁おっしゃってます。我々政治家はさっきみたいに Google Earth を皆様にお示しをし、地政学にのっとってお話をするというのがよろしいんじゃないかと思います。次に地図を見ていただきます。これは何かと言いますと、赤い線はすべてロシアの光ファイバーのケーブル網になります。
見ていただいて分かりますように、先ほどの Google Earth と同じで、ここがユーラシア大陸、ここが我が国日本ですけれども、日本にもロシアから線が入っているような様子が見えますが、ここに映っていない線が実は北方四島にすでに引かれているという実態があります。そしてまたここ朝鮮半島になりますが、朝鮮半島にロシアが北朝鮮に対して、北朝鮮に対してなんとケーブルを引いたということです。2017年、これ18年のですね、産経新聞の記事ですけども、まさにここに引くという予定があるということを発表している、そのレポートですよね。だけど産経に確認したら、このあと追いかけた記事がなかったんで、私自分で確認をし、外務省と一緒に作った資料がこれです。これを見ていただいたら分かるように、サハリンからエトロフ等に対してケーブルが引かれている。でどこが引いたのかというと、ロシア 最大手のこのロステレコム。じゃあどこが一緒に協力して引いたのか。今問題、トランプ大統領も問題にしているハーウェイです。すなわち中ロが協力をし、日本の固有の領土に対して日本の許可を得ず勝手にこういった行為をしている。しかもその間、安倍プーチン会談は行われている。条約について交渉をし、経済協力についても話し合われている。こんなことを黙って見ていてよいのかというのが私の政治家としての意見であります。これは38ノースの資料ですけれども、見ていただいて分かるように、北朝鮮に対してこのちっちゃい盲腸のような短さのケーブルが引かれています。実はこの先には当然北朝鮮の IXP を通じてケーブルが引かれているわけでありますが、ここが友好の橋と言われるものなんです。こちら側が北朝鮮、この川を渡ればロシア、このまさに鉄橋の下にケーブルを入れているということになります。これに関しては2017年、ニューズウィークが報道してくれてるんですね。すなわち北朝鮮にはラザルスというハッカー集団がいます。このハッカー集団が今までは中国経由で世界中にハッキングをできた。ところが今北朝鮮側からすれば、新たにロシア経由で世界のインターネットを介して攻撃をすることができる。すなわちセカンドオプションができたということが北にとってのメリットであるということ、このことを申し上げておかなければなりません。と同時に、中国とロシアが互いの北朝鮮に対する協力をおそらくある意味の牽制に使っているということが言えると思います。次にウクライナの事例を見せたいと思います。これウクライナです。赤く塗ってあるところがクリミア半島です。緑色でポチポチっと打ってあるところ、IXP、IXP と書いてますけど、IXP というのはインターネットエクスチェンジポイントの略です。日本語で言うと、インターネットケーブル陸揚げ局、すなわち海からインターネットケーブルが引っ張ってきたら、トンネルを作って、ここで陸に上げて、ここに施設を作っているということです。そこから分配をしているわけですね。ところがロシアはですね、このクリミア半島を奪い去ってしまいました。その時に使った手法がサイバー封鎖という手法です。2014年クリミアのサイバー戦争がありました。ウクライナのあの部分、赤い丸の部分がまさにクリミア半島ということになります。ここからロシアはこの半島を奪ってしまったわけです。ここには黒海といって、ロシアの海軍にとって非常に軍事的要衝の海があるから、あの部分を奪い去ったわけであります。2014年のクリミア危機っていうものがあってですね、クリミア危機におけるサイバー攻撃というのが行われた。2010年2月28日、クリミア半島に設置されていたウクライナ国営通信事業ウクラテレコムの通信センターがサイバー攻撃を受け、サービスが遮断されました。すなわち ATM も携帯電話も全く通じなくなったと。数日後、同社の施設が正体不明の人員によって占拠された。これはロシアの兵隊たち、特殊部隊が国旗を隠しマスクをして潜り込んできた。そして物理的に電話やインターネットのケーブルをバンバンと切ってしまった。で同社は半島とウクライナの間のリンクを提供できなくなった。さらにコマンド部隊がセベストポールのウクライナの海軍本部に侵入し、送電線を切断をすると。同時に電磁波攻撃をやって、いろんな兵器を狂わせるということもやりました。その結果、ウクライナにおけるロシアの最初の目標は携帯電話とインターネットを遮断する、インターネット遮断、サイバー封鎖ということになったということであります。
そしてクリミア半島がとうとうロシアに併合をされてしまった。これ小野寺大臣に対して日経ビジネスがインタビューしてますけど、2014年ウクライナ軍事介入した、ロシアがウクライナに軍事介入した、クリミアを併合した、この時に各国はサイバー戦や電磁波戦の重要性を目の当たりにした。ロシア軍の動きを検証したところ次の段取りだったことが判明。衛星通信やレーダーを遮断したり、重要インフラにサイバー攻撃を仕掛けたりして社会を撹乱、こうしてウクライナ側の目を塞いだ上で軍事攻撃を仕掛けるというパターンが実はこれから起きてくるということです。で、新しい攻撃、サイバー電磁攻撃、こういったものも問題視されている。こういったことがですね、今後日本でも起こり得ないとも限らないということ、それに対して宇宙作戦隊も総対応したり、サイバーコマンドを日本も自衛隊は今有しております。皆さん、最後に申し上げたいこと、憲法改正についてであります。今まで申し上げた話っていうのは、マッカーサーが日本を占領した時代、インターネット技術はありませんでした。インターネットというマッカーサーも知らない技術ができている、そして新たな戦闘領域が増えている、新たな攻撃手法がそれによって伸びてきている、そういった時代に今の憲法で本当に我が国の領土領海領空、そして国民の生命と財産を守り抜くということが果たしてできうるのでしょうか。しっかりと時代に合う形で憲法を改正していく、このことが自由民主党の党是であり、私たちの祖母祖父の時代から、父や叔父の時代から自由民主党員に課せられた、そして政治家に課せられた使命ではないのか。憲法を改正するということは国家を守り、国民の生命財産を守り抜くことに通じる。だからこそこの憲法改正、時代に合わなくなった憲法を改正することの重要性というものが国民の皆様方に問われているんだと思います。前段お話を申し上げたこと、このことを参考にしていただきながら、ぜひこの憲法の議論にも全ての国民がご参加をいただくことを心から念願を申し上げて、自由民主党中山康秀からのお話に変えさせていただきます。最後はまさにマッカーサーの第一生命ビルにあった執務室入ってきました。この部屋でマッカーサーはどんな空気を吸いながら日本の占領行政政策を考えたのか、マッカーサーのまさに視点に立ってこれからの日本を考え直し、そして新たな時代を築いていくということを考えていかなければならない。歴史は増す鏡、ぜひ歴史を学びながら未来に対しての備えを憂いなく準備していきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。